はいさい、沖縄の杉です。じゃあね、今日もね、ポケトル、何かんねんだろう、やっていこうと思います。さて、時間外にまたちょっとレベルを上げてきました。さあ、今日はその次、ステージ57からいきます。ちょっとやっぱりこんなね、スピードアップしつつ、速度120%ぐらいでいいかな。うん、それぐらいの速度でいきます。さて、一応やっぱり、メガ進化大事っすよ。今のところは。うん。まあ、メガ進化させつつ、残り手数10。よし、グレート。うん。コンボも、あれ？コンボもよく、はまって、終わっちゃった。5コンボ。それなのにコンボも良くなんて言っちゃって。5だよ、5。ね、ゲットしやすさ。47%。ちょっと必要だな、これは。あ、取れた。OK。さあ、どんどん次行こう。ステージ57、次は58。58だと何が取れる？なんだろう。あ、これか。これか。ルーチャーブルか。ウルトラサンムーンでも一応ゲットはしてるやつだ。なんかね、ゲットはしてるんだけどあんま使ってないんだよな、こいつ。さ、手数、残り8。残り5。いけるよな。あれれ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 。なかなかいいのが、3。よし。あれれー。なかなかコンボが決まらん。あと1。落ちちゃったよ。もう1回。さあ、また行く。ルチャーブル、残り手数9。9。結構厳しい。厳しいの、マジで。残り手数2っていうのにこんなに足りる。あ、おい。もう一回。今度こそ。もう一回。なんでダメなんだろう。もうちょっとレーサー、コンボ、意識して、もう一回行くわ。なんかいい手がないのかな。レベルが低いんだろうか。とりあえず、よし。少しでもコンボを決められるように意識しつつ、いかねえな。あれ？え？あれ？あれ？なんで終わったの？あれ？まあいいや。ちょっと後でしっかり自分でも動画見返して、何が決め手になったのか、ちゃんと見るっす。さて、これは取れなかった。ゲット失敗。ゲット失敗。まあいいや。はい。夜の間にまたやります。じゃあ次、不思議そう。手数3？あ、けどいけるわ。いけるな、これ。あれはあっち、こうやって。それで。あ、終わり。終わり。クリア。で、残り手数1。え？無理だよ。22%。絶対無理だよ。ほら。これも時間外に頑張ってゲットします。難しいなぁ。
手数20。さて、レディースタート。よし、これはいい感じでいけそう。うん、さあ、行くぞ。女神ビロップ、これ持ってたっけかな。よし、女神ビロップ、おー、なんか割といい感じで連鎖効いてるような、効いてないような。うん、え、全然体力減ってねえし。いや、いけるのかな。残り13。ワンダボール。あ、いけるか。いけるか。多分いける。多分いける。多分いける。で、残り12。もうメガ進化はしてるし。いけるよな。きっといけるよな。これはいけるよな。絶対いけるよ。いけるいけるいける。よいしょ、えい、フィニッシュ。手数10残して終わりました。OK。クリア。OK。ステージ60まで行ったか。で、今回は支給されたハートはもう全部使い切っちゃったっていうか、もうマイナス、赤字。赤字だな、せっかく貯めてたハートいくつか使っちゃってるわ。よし。2つぐらい使っちゃったのかな。よし。というわけでですね、まぁ、今回はこんなところで一旦終わりにします。またね、ハート貯めて、夜の間に少しハート支給しつつ、経験値稼ぎやって、そしてまた明日、61からかやっていこうと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。というわけでよろしければ、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それじゃあまた、バイバイ。